その、できればしんどい目に遭うのは嫌だなと思って、みんなを狂気にさらしてこの場をしのごうかと、お気持ちは察します。それともう一つ理由があって、この私にひねり潰されたくなければ言う通りにしなさい。昨夜の世界で脅されて結婚を決意したんだ。有言実行とはさすがですね、昨夜さん。どんどん主人公の座から遠ざかってるよね、これ。それにしてもまさかあなたもだったとは。私も同じことがありましてね。夜を押さえつけといてほしいの。お願い聞いてくれたら後でパッペを奢ってあげるわ。ギョい。どのせいが同じなの？私のは脅迫、あんた買収されてるだけじゃん。でもいつ皆さんに狂気を？そこまであからさまなチャンスはなかったですよね。河川さんには理不尽な言いがかりをされた時に。なるほど。業務には鑑定見せた時に。別にかけなくてよかったのでは？それは。それからもう一つ。この木を利用してナンバーワンでのぼせ上がっている客をあわよくば葬り去るわよ。抜け目がないですね。さすが昨夜さん。いやもはや霊夢に匹敵するクズなだけ。他の動画を見たい方は動画説明欄かこの画面から見に行くといいよ。高評価チャンネル登録もしてくれると嬉しいな。